ストライクユードキング、プレチャリメモです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回は、今回も、はい、四五十やっていきたいと思います。はい、で、今回は何やるかっつうと、前回、絆のかけらの集めやすさで、ティア表を作ったんですよね。はい。で、その中でも、まあ、SS の、SS ティアの、なんかすごい周回しやすいやつは、まあ、軽くパーティー紹介したんですけど、その、下 ?S の評価のやつの、その、パーティー構成の例みたいなのが、なんか、知りたいみたいなコメントがあったので、はい。まあ、せっかくなんで、まあ、S ぐらいまでは紹介しようかなっていう、と思いまして、はい、今回紹介していきたいと思います。はい。ということで、まあ、S ランク第1個目、ビビアン、やっていきましょう。はい。まあ、ビビアンね、楽です。S なんでね。それはね、楽なんですけど、まあ、ヤクモ使ってるっていうことで、そのヤクモの、その、本数、ルミナスレイの、これをね、つけていかなきゃいけないんで、ちょっと大変。3本つけないと。評価にもよるけど、あと、紋章もいるからさ。はい。まあ、こんな感じで楽なんですけど、まあ、ちょっと本数必要だよって感じ。まあ、これでも枠3つに役も1体だからね。比較的組みやすいかな、俺は。で、ケリュネイヤね。ケリュネイヤも一緒。役も。役もやっぱめっちゃ強いわ。ただやっぱね、役もってなるとね、SS には入んなかったのかなって感じ。今回。なるほどね。でも役も使い慣れてる人だったらもう全然 SS レベルだと思う。この、ケリュネイヤに関しては。簡単だ。めちゃくちゃ簡単。まあ、爆発これね、あえてラビコとか使ってる、これ何でもいいですよ。いや、ブロックは欲しいかな。ブロック。ブロックがね、見てもらった通り結構出てくるんで、まあ、ブロックの運枠、爆発あると楽ですよ。あとは、ヤクモの、ルミナスをつけてあげるだけなんで。まあ、ここは若干、頑張ってつけてくださいって感じ。でも見てもらった通り、2本つければ大丈夫なんで。弱点にね。はい。まあ、ここもありやすいかな、比較的。まあ、今紹介してるやつ全部 SS に近いかもね。限りなく。うん。うん。で、これが、ラビット。名前忘れた。ゾンビプリンセス、なんちゃらラビット。嘘。アンデッドマリンでした。ごめんなさい。で、こことかはもうベジテバラマスト。かな。だから S にしてるっていう感じ。ベジテバラの、ユージョンフィールドを使ってあげて、なおかつルシファーの、友情コンボを出してあげるっていう感じ。じゃないと届かんない。うん、まあ、4手目カットインの場合は本を打ってあげればいいんですけど。はい。なので、1手目さっきその動画みたいな打ち方してあげるとしたら取れるんでいいかな。で、これは友情フィールドを誘発してあげてのワッパンみたいな感じ。まあ、ルシファー使ってるけど、ベジ入れてるからちょっと難しいなって思ったので、こういうのも S にした。はい。で、キングクロッチ。これはね、これで防御ダウンします。クロスとクロス全部倒してあげると。なので、友情コンボでやっぱディレイが必要なんですよね。だから役。ディレイといえば。そう、ディレイといえば役も。ディレイしてドーンって入れられるんでね。はい。まあ一番入れやすいのはヤクモかな。まあルシとかもディレイしてんだけど、それよりはヤクモの方が確実。ディレイのスピード的にね。あと枠的に足の速い重力バリアキャラが欲しくなっちゃう。ヤクモのルミナスをちゃんとつけてあげられるっていう理由でね。で、一番足速いのがまあ離れコグニかなと思ってるので、超スピードにできて、重力にも対応。はい。まあバブリーとかもね。っていう感じで、まぁ、ちょっとね、降臨の難易度が高めということで、まぁ、S にはしてるんですけど、まぁ、ここもほんと、ヤクモの使い方慣れてます、離れコグリ持ってます、だったら、SS ぐらいの評価してあげてもいいかもね。で、ブラウニーの究極かな。はい。ブラウニーの究極も、ちゃんとベジテバラ使ってあげたい。あとは、ヤクモ3手目にして、速殺イエル欲しい。そうしたら、なんか、SS まで行っていいんだけど、誰もがここまで環境を整ってるわけじゃないと思うんでね。まあそうだね。イエローまで使うとね。うん。まあでも最悪、もうフレンド役もの、まあ、運枠3体で、まあ、駆け抜けでも早いんで。うん。
守ってない方とか、パーティー添えられにくいよっていう方は、それでもいいと思います。まあ、今回はまあ、最高環境でやってるので、一旦ね。はい、ここで SS 打ってあげて、もうこれ集めてあげるのが町役も強いのよ。これはマジ守護獣でめちゃくちゃ使ってる。はい、で集めてあげたら、あとはつける。楽よな、これ。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ホームも使わなくてもいけるね。しっかりその、友情フィールド入れてあげれば。で、シーサーズ。これシーサーズはだいぶ癖だった。まあ、これもまあ、だいたい同じパーティーだったけど、ベジテパラ役。はい。だけど、しっかりこれベジテパラも使ってあげたいし、ベジテパラのなんならコピーのルミナスレイも当ててあげたい。結構ここ難易度高いと思う。まあ、だけどこのスピード感見てもうすごくない？ヤクモで、まあ、早くパーパーパーみたいな。でそうラスゲ下にいてくれてるからもうヤクモ横噛んでいる。ベチを下に置いてあげればね。はい、これでよっか。これスピード化のためにね SS 打ってるけど、本当はね、あの、スライムのところでね、あの、フォンフォンまで発動させてあげられると、確実かな、もっと。うん、あと、ステージスキップしちゃうと、いや、どうしてもワンパンはきついかなって思いました。やっててね。いや、最悪駆け抜けでいいと思います。で、こちらがグリフォンですね。で、グリフォンが、まあ、S な理由としては、ワンパンはできます。ルシファーで簡単に。だけど、2手目にルシファーを置かなきゃいけないんだ。うん。だからルシファーを持ってなきゃいけない。そこが、あれで S になったっていう感じ。なるほどね。そう、持ってる人はもう間違いなく SS ランクでいいと思いますね、このグリフォンは。だってこの剣輪を、剣輪じゃない、剣を取って当たるだけ。簡単。あ、今日一簡単かもな、ここは。え、簡単でしょ？ただ2手目にルシファーを置かなきゃいけない。なるほど。そこがネックっていう感じかな。で、これはだいぶ難しめになってるかな、S に。S の中でも。フォンフォンの超、究極ですね。ここ、2手目の、マヒト。こちら大事です。マヒトというか、貫通の爆発で超ワインスイーパーのキャラが欲しい。なぜかというと、この反射員がね、地雷持って殴ってやる。じゃないと倒してないんですよ。そもそも地雷倍率がかかってるステージなんですね、ここ。はいはい。故に雑魚処理&誘発役で、まあ、マヒトを入れてるっていう感じ。マヒト以外でも、まあでも最悪いいです。超マイナーね。はい。で、3手目でヤクモを打って集めてあげたら、ワンパンに残布。なので、3手目ヤクモも欲しいから手持ちで持っておかなきゃいけない。で、ベチテパラのパワーフィールドも使い、あ、友情フィールドも使いたい。ここ結構編成難易度高いなと思いました。そうですね。そう。ただワンパンできるよ、ガチャゲンって。これ絶妙でしょ？絶妙ですね。絶妙なのはちょっと S。人によっちゃ SS でしょ。うん。あ、こういうところはね、最悪駆け抜けでも早い。でもやっぱりヤクモがおすすめかな。水属性のステージは大体ヤクモね、吹っ飛ばせると。本当は地雷で殴るステージですけどね。もしかしたら見つけてないけど、直殴りでもやっぱあるかもね、ここは。ああ、まあ、地雷ならワンチャンある、ね。そう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 、地雷バレスで、ボーンみたいなね。はい。で、これがなんだ、サメだ。サメもめんどくさ気味。ちなみに言うとね。まあ、このね、バフもらわなきゃいけないんですよ。バフ。あの、サメがわーってまとってるやん。あれで、バフをもらいたいんですよ。だから、ルシファーダメ。バリア張ってるからね、あいつは。魔法をもらいたいっていう事情で、まあ、ヤクモが優秀かなと思って、ヤクモ使ってます。半属性だよ。相手非属性だよ。確かにそうですね。そう。だけど、ここでもヤクモが大活躍っていう感じ。で、このターンはバフかけてあげて、この後のヤクモでワンパンしようっていう感じ。これはスピード補完の SS になります。
はい。はい、まあ、3手目でね、ちょっとね、俺ミスっちゃって、フォンフォン発動できなかったんですよね。フォンフォン発動できた、できるんだったら、こう打たなくてですね。うん。はい。これが、待って、ウィル・オフィスプだね。すげえ混ぜる。ウィル・オフィスプ。まあ、ここも直殴りステージなんだけど、究極だったら、まあ、ヤクモの打点があれば、混ぜるっていう感じ。うん。で、ここ大事、ここ大事。プニー撤退しないんで、100% 切ってあげてください。あー、なるほど。ここ大事。なので、アンチブロックの貫通キャラが2手目必須です。で、スピード保管のために離れ僕に呼んでるやつ。今、バブリーギフトで殴りやすくしたっていう感じかな。だから編成ここも意外と絞られてますね。で、3手目の打ち方も難しいからね。ヤクモ下に集めてあげるっていう。ブロック切ってる。で、4手目はアンチ減速壁ないと、こういう風に超ひっつきの減速壁貼られちゃうので、4手目減速壁の足早キャラがいいかなとは思ってますね。じゃないとワンパン難しいかも。うん。まあ、仕様が分かればできるんですけど、最初慣れるまで複雑かもしれないですね。ここは。ザントマン。ザントマンは、マジで複雑です。俺も、もうこのバフの種類覚えてないです。自分にバフかけるのと相手にデバフかけるんですよ。うん、この赤、黄色、青の天使で。はいはいはい。で、基本的には、全部発動させてあげてください。全部いいことしかないです。悪いことがないんで全部発動させる。で、まあ、全部発動させるために、ヤクモの落雷使って、ドーンって落雷落として全部発動させてるかな。で、発動させた後にディレイで、火力出したいな。うん。だから、まあ、ヤクモが優秀かな。掃除で。ルシだと早すぎるし、爆もかけられないから。うん。まあ、ディレイが優秀ってことだよね、ここで。そうそう、ディレイ。そういうとこ多いね。150は。で、ここは不思議ともう、バフが、ステージのギミックでかけられてるので、もう2本ポンってつけるか。簡単にワンパンでいきます。はい。まあ、ステージでバフ出てくるんで、ここは、比較的楽かな。はい、タヌキです。ここもアナスタシアでワンパンしていくんですけど、まあ、運枠が結構きついかもね、ここ。今見てもらった通り、サマとか。あと、サマも反射だから、ちょっとミスっちゃうと、面倒なことになる。多少。うん、こういう残しも発生しやすいから、俺ちょっと遊撃とちょっと調整権いってないから、サマで残しちゃったけど。まあ、でもこれ想定内。結局4手目を配置してあげて、そこから当たってワンパンっていう感じが個人的にはいいと思ったんで、まあ、あれからガチャゲンはアナスタシアがマジ強いね。この打ち方も結構固定化できる。絶対左下に集めてくるから、設定的に。それで減速して上に配置するっていうことでしたね。で、あとはアナスタシア。分かっちゃえば簡単。慣れればちょっと時間かかるかも。これは。で、最後は超絶。超絶唯一の S ランクですかね。ヒルネイラ。ここ、ほんと楽。なんなら、究極より楽かも。へぇー。結局、いや、まあ多少だけどね。うん。ヒルネイラってすごい簡単なのよ。こっちも。まあ、ひたすらヤクモに当たってあげて、まあ、最後はルミナスレーつけてあげるっていうやつなんで、めちゃくちゃ簡単。うん、ただただ重力が多く張られているので、やっぱり運枠は足の速い重力爆発キャラを積んであげたい。その他枠の、まあ枠のちょっと難易度が高いかなと思ったので、まあ S にしてるって感じ。弱点殴りすぎるとゲージ合わせて指示のやつ、うん、簡単に飛んじゃいます。なのでそこだけ注意かな。はい、ということで S ランクティアの13クエスト、
はい、パーティー紹介してきました。まあ、基本的にはちょっと役もワンパンが多いですね。うん。うん。ゆえにちょっとショットが、その、考えなきゃいけなきゃ、考えて打たなきゃいけなかったり、まあ、あとは火力足りなかったらベジテバルで保管してあげてる。うん。っていう感じ。だから、打ち方もちょっと癖があるかなっていう感じ。SS ランクのよりは。ほんと何も考えずにワーワーやってればワンパンできるっていうところはちょっと少ないかなと思います。基本あの、ボーデス系枠に関しては、会話聞かないって考えていいかな。基本的には。うん。うん。ベジテパラの枠が一番会話聞かないかな。うん。やっぱり友情の火力をドーンってあそこで上げてあげてるんで、うん。ベジの枠がちょっと会話聞きづらい。あの枠、もうフォンフォンとかになってくるかも。うん。うん。で、ステージの手はフォンフォンとベジミックスさせてあげてるところもあるから、そうなったらもう駆け抜けしかないかなっていう。感じのところはある。はい。まあそこはちょっとご了承くださいっていう感じなんですけど。はい。まあベジテパラ取ってなかったらもう基本的に駆け抜けてください。なるほど。ワンパンは考えない方がいいかも。政治によってはね。で、まあこの中でやっぱおすすめっていうと、やっぱりなんかルシファー使ってるところちょいちょいあったじゃないですか。それがやっぱり優先順位高いかな。簡単順で言うとね。うん。例えばそのグリフォンの究極とか。うん。本当に自分で、ルシファーを持ってれば、あの、2手目とかにして、うん。あと、まあ、マルチリを持ち寄ってもいいか。うん。マルチリやる人は、まあ、グリフォンからだと手をつけやすいかな、S ランクだと。はい、ということで、S ランクやってきましたので、皆さん、参考にしてください。ぜひ。そうですね。はい。まあ、ほんと S まで集めときは困らないと思うんで。まあ、ちょっとでも、なんか、暇の時にね、ちょっとずつね。そう、ちょっとずつ、あの、平場の時にね。うん。A 以下やんなくていいっす。一旦やらなくていいです。S までやっとけばとりあえず困らないんで。うん。はい。ってことで、はい、一つでも、なんか参考になればいいなと思ってます。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。